さなえびんさんちです。リバーシブルワンコ服の作り方、着物リメイクバージョン。今回は特別編です。着物のほどき方を説明させていただきます。ワンコ服のみならず、人の服にも着物リメイクはうってつけです。ぜひご覧になってください。今回は私が着物リメイクをするためにやっている着物のほどき方をお教えしたいと思います。私が着物リメイクでよく使うのは紬の着物です。紬は繭から糸を取り出し、撚りをかけて丈夫な糸に仕上げておった絹織物です。針もあって丈夫で切ったり縫ったりがしやすいので、私は着物リメイクには紬を使うことが多いです。型崩れもしにくく、洗濯などもしやすいので、人間の服のみならずワンコ服にもぴったりだと思います。紬にはこのように紺色の落ち着いた色合いのものから、ちょっと可愛らしい色合いのものまで、いろいろな種類があります。今回はこの紫色に白い格子のような縞模様が入っている紬をほどいて、私の方法をお教えしたいと思います。ほどき始めの場所は着物の襟のところからほどいていくのが一番良いと思います。道具はこのようなリッパーという道具を使います。100円ショップなどでも売っています。リッパーを着物の縫い目の糸に引っ掛けて糸を切ります。糸を切ったら布を両手でちょっと引っ張ると少しほどけます。そうしたらまた糸をリッパーで切って、また布を引っ張って少しほどく。この作業を繰り返してください。引っ張った時に結構たくさん一気にほどけてしまうこともあります。めんどくさくなくて、一気に引っ張ってほどいてしまう時もありますが、布が傷んでしまうこともありますので、時には穴が開いたりしてしまうこともありますので、引っ張りすぎには注意してください。最後のところ、ここは裏から玉結びがしてあるので引っ張ってもほどけません。ちょっと強めに布を引っ張って糸を出して、そこをリッパーで切ってください。こんな風に襟の部分が全部ほどけました。襟のところにはこのような芯にする布が入っていますが、この布は使わないので、私はだいたい捨ててしまいます。多くの着物にはこのような裏地がついています。これもおそらく絹なので、きれいにほどきたいと思います。この白い裏地も多分絹だと思いますが、薄い布などでそんなに使い道はないかなと思いますけれども、一応きれいにほどいてみたいと思います。このように縫い目が見えている場合は、縫い目の一箇所にリッパーを入れて糸を持ち上げて、そこを切りましょう。ところどころ糸を切っておいてから、糸を切ったところに
指を入れるとこんな風にほどけます。出てきた糸をまた切って次々に切っていくとほどくことができます。これが襟をほどいたすべての布です。すべてが絹だと思いますが、本当に絹かどうか確かめるために私は布を少し燃やして確かめています。布の種類によって洗濯の方法なども違ってきますので、一応確かめた方が良いと思います。ハサミでこんな風に端のところを少し細長く切っておきます。3種類の布をすべて少し切っておきました。後で燃やして調べる方法を説明します。続けてほどいていきます。次にほどくのは着物の前の方についている細長い布、おくみというのだそうですけれども、この部分をほどきましょう。縫い合わせてあるところを開いていくと縫い目が見える場所があります。ちょっと布を強く引っ張ると糸がよく見えてきます。見えてきた糸をリッパーですくって切るとこのように簡単にほどくことができます。おくみを全部ほどいたところです。両側についているのでこのように細長い布が2枚できます。次に着物の裏を表から外してしまいましょう。まず裏は大雑把に着物に留めてあるだけという感じなので、見えている糸をリッパーで切っていくとこんな風に結構一気に外すことができます。裏がしっかりと縫い付けてあるのは袖のところです。ここも布をちょっと引っ張って糸を引き出すようにしてリッパーで引っ掛けて切っていくとほどけていきます。最後のところは結構しっかりとついているので、ここは慎重にほどいてください。布を引っ張ってはちょっと糸を見せて、そこをリッパーで切るという作業を繰り返しているとこんな風にパッとほどけることがあります。もしかしたらこの白い方の裏の布が穴が開いてしまったかもしれませんが、まあこの布はそんなに使い道のない布なのでよしとしましょう。私は草木染めをしてポタギ、韓国風のパッチワークなんかにしようと思って取ってあります。もうこの辺りをほどいている時はどこをほどいているかわからなくなっていますが、ひたすらほどいてください。着物の表と裏を取り外したところです。着物リメイクに使いたいのは表の方なので、こちらをほどいていきたいと思います。最初にほどくのは袖の部分です。身ごろと袖を縫い合わせている糸を切ってほどきましょう。袖が2枚ほどけました。結構な長さがありますので、もし人のお洋服を作るような場合でも結構便利に使える布です。次に身ごろをほどきますが、身ごろは両脇と背中のところをほどくだけで長い2枚の布になります。
身ごろがほどけました。とても長い布です。真ん中あたりのところにこのような首にしていた切れ込みがあります。背中側にはこのような折り込んであるところがありますので、そこもほどきましょう。このような長い布が2枚もできるので、着物はリメイクにぴったりの素材と言えるのではないでしょうか。全部ほどいたら、布についている糸を取っていきます。結構たくさん取れると思います。きれいに取り切らなくても、だいたい取っておけば良いです。ほどいた布を置いてみました。こんなにもたくさんの布を使って一枚の着物ができていることに驚きます。しかも形はすべて長方形です。後でリメイクすることを考えて作ってあるエコな衣装なんだなと思います。次にほどいた着物を洗濯するためにまとめてみました。左側は裏地ですが、薄紫の方は結構厚くていい布なので、何かに使うためにきれいにほどいておきました。洗濯するときはいくつかに分けてネットに入れておきます。きれいなので洗わなくても良いという着物もあるかもしれません。洗うと縮んでしまう布もあります。でもここで縮ませておくことで、後で完成した服が縮んで着られなくなるということを防ぐことができます。ここでほどいた布が着ぬかどうかを試す方法をお教えします。ガス台を一番弱火にします。先ほど切った布を火に近づけてみると、このようにボーボー燃えずにチリチリ燃える感じで、燃えた後もこのような玉ができます。河川だと溶けてしまうような感じで燃えたり、レーヨンとかだと結構ボーボー燃えたりします。ウールや絹は動物性の繊維なので、このような燃え方をします。裏地の方も燃やしてみると、薄いのでちょっとボーボー燃える感じですが、燃えかすは玉になっていますし、この黒いところを手に取ってちょっと匂いを嗅いでみると、髪の毛が焦げたような匂いがすれば絹です。ウールも髪の毛が焦げたような匂いがしますが、ウールと絹は見た目で区別ができます。絹だと分かったので、その洗い方を説明します。洗濯機はおしゃれ着やデリケートなものを洗うコース。洗剤は中性洗剤を使ってください。脱水は1分から3分にしましょう。それから大事なのは水で洗うということです。絹は濃い色で染めてあるとぬるま湯などで洗うと色落ちしてしまうことがあります。必ず水で洗ってください。洗い方は完成した服を洗うときでも同じです。布を洗い終えたら干す前にアイロンがけをしてしまいます。アイロンは低温でセットしてください。昔は着物をほどいたら板に貼り付けて干してシワを伸ばしたり
したそうです。その代わりに行うのがこの干す前にアイロンをかける作業です。アイロンをかける一番の目的は縫い目のところの折り目を伸ばすことです。この作業をしておかないとリメイクで服を作るときにとてもやりにくいです。アイロンは裏からかけましょう。その方が折り目も伸ばしやすいです。大きなシワも伸ばしながらアイロンをかけていきます。アイロンは布が完全に乾くほどかけなくても大丈夫です。折り目のシワを伸ばすのが主な目的ですから生乾きで構いません。それから紬は特にそうなんですけれども、表と裏が分かりにくい布がよくあります。そのような場合はアイロンをかけ終えたら裏に目印にシールを貼っておくと良いでしょう。アイロンをかけ終えたら干してよく乾かしてください。干すときは家の中や陰干しにしましょう。左から奥身、襟、身ごろ、袖です。これだけ布があると随分とリメイクが楽しめそうです。この動画を参考に眠っている着物を活用してみてください。安曇野ビンサンチ美術館では手芸教室もやっていて、着物リメイクで服を作ることもできます。ウェブサイトからどうぞ。